ではこれより新型コロナウイルス感染症にかかる知事会見を開催いたします。では玉城知事からコメントをお願いいたします。はい、はい、最後数秒中になります。すいません、遅くなりましたが、発表させていただきます。まず県内の新型コロナウイルスの感染状況が非常に急速に拡大しています。昨日5月19日の新規感染者数は203名と過去最多を更新しており、本日も198名と同水準となっております。昨日は、10代から、10代未満が13名、10代25名、20代55名、30代30名、40代32名、50代18名の合計173名となっており、活動的な世代から感染が拡大していることが数字の上からも推測されます。新規感染者数の増加に連動し、本日の療養者数は1740名となり、7日連続で最多数を更新しています。県ではこのような状況に鑑み、昨日医療非常事態宣言を発出するとともに、国に対しては緊急事態宣言の対象に加えていただくよう文書で要請を行いました。県としましては緊急事態宣言の対象地域となるかどうかにかかわらず、県民の皆様の安全安心な暮らしを守るため、今まずできることを強力に進めてまいります。まず一つ目に、飲食店の営業時間短縮要請の徹底です。県は重点措置の期間中、全域の飲食店に対して営業時間短縮の要請をしておりますが、感染防止の実効性を高めるため、ご協力いただけない店舗に対しては強い姿勢で臨んでまいります。重点措置区域内の要請に応じていただけていない店舗として確認されている211件につきましては、県職員の訪問などによる再三の注意喚起にも応じていただけない15件について、今週中にも命令を発出し、店舗名の公表を行います。県民の皆様には、これら公表された店舗を利用しないよう、失礼しました。これらの店舗を利用しないようにお願いするとともに、商店街や通り会の皆様にも店舗を利用しないよう要請文と合わせて情報を共有しますので、ご協力を呼びかけていただきますようよろしくお願いいたします。また感染対策に取り組んでいる店舗に対し、県から認証ステッカーを付与する感染防止対策認証制度も今月末から認証に向けた巡回を行い、対象店舗からの申請受付を開始いたします。引き続き感染対策に取り組んでいただきますようよろしくお願いいたします。なお、その他の業界等についても今後認証制度の取り組みを拡充してまいりますので、ご協力をお願いいたします。なお、詳細は追ってお伝えすることといたします。次に、感染拡大を抑え込むために人の流れを可能な限り抑えることが重要と鑑み、今回の急速な感染拡大にはゴールデンウィークの人の流れが増えたことに加え、変異株の影響もあると考えられております。施設に人が集まり飲食等につながることを防止する必要があることから、県としましては県が管理する施設を休業することについて検討を始めており、明日5月21日のコロナ本部会議で協議をすることとしております。また頻発している高齢者施設でのクラスターを防ぐため、エッセンシャルワーカーに対する PCR 検査を今年度も実施するとともに、施設での感染の芽を早期に発見するための抗原検査キットの導入について現在準備を進めております。加えて今回の感染拡大は大型連休中の人の流れの増加が大きく影響しているものと考えられることから、水際対策として離島空港における PCR 検査については業者の選定が決定いたしましたので、今後必要な調整を進め、6月上旬を目途に実施をしてまいりたいと考えております。那覇空港の検査体制の拡充についても随時取り組んでまいります。次に、感染症対策の切り札となるワクチン接種については、医師会、看護協会や薬剤師会など関係機関と連携し、市町村において円滑に実施できるよう支援するとともに、県として
広域接種センターを中部、南部に1カ所ずつ設置するための準備を進めております。また接種センターにおける接種対象者については、高齢者や基礎疾患のある方に続いて介護施設で従事するエッセンシャルワーカーについても接種の対象を広げられるよう国および市町村と調整を図ってまいります。さらに医療提供体制の逼迫に対応するため、医療機関のご協力をいただき545床まで病床数を広げており、宿泊療養施設についても公募を5月4日から開始しております。看護業務等に従事していただける方についても募集を行っていますので、ご協力をいただける方はぜひ沖縄県看護協会ナースセンター 098-888-3127 までご連絡をお願いします。また自宅療養者の方が増えていることに対し、体調管理の徹底のため対応を始めておりますパルスオキシメーターのさらなる確保についても取り組んでまいります。現在の危機的状況を乗り越えるためには、市町村の皆様のご協力が重要です。市町村や自治会、通り会の皆様におかれては、特に飲食店の非協力店舗の見回り、路上飲み自粛への声かけ、広報手段などを活用した住民への周知など、地域ぐるみでの感染防止に積極的に取り組んでいただきますよう、文書での協力を呼びかけることとしております。なお、企業におきましては、関係部局から直接代表者の皆様宛て、従業員の方が体調が悪いときには仕事を休ませること、ルールを守らない店舗は利用しないことなどの依頼文書を発出いたしますので、ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。昨日、国へ緊急事態宣言についての要請をいたしましたが、県としまして改めて県民一丸となってこの危機的状況を乗り越えることを最優先としたいと思います。県民の皆様に取りうる感染対策をしっかり実行していただきますようお願いするとともに、県としては検査体制の拡充やワクチン接種に注力し、認証制度及び具体的な支援策の取り組みについても全力で取り組んでまいります。ぜひとも皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。ただいまのコメントに関しましてご質問をお受けいたします。まず県内幹事社の琉球放送さんお願いいたします。琉球放送今です、はい、こんにちは、よろしくお願いします。まず要請に応じない211のうち15が悪質ということで名前を公表するということなんですけど、その違いどういう違いで15は、はい、では取り組みについては総合水道本部から詳しい説明をお願いします。保健医療部長からですか。はい、211については行儀学によって、確認させていただいた数字でございまして、その後現職員が現場を確認しました。で、その中から特に苦情が多いというようなところを何度か、回っておりまして、そういう意味で事前の通知であるとかということを踏まえて、命令に向けての連絡通知を既に発信したのが19を予定しておりましたが、住所等の確認がなかなか難しいというのもございまして、実際には15を発出しています。でそれを確認いたしまして、今週中には命令を発出したいというふうに考えております。すいません、高速ですが4件は応じてくれていたということも確認しているところです。19の4件が応じてくれて、で15は応じてくれないので今週中に名前を発表するということです。はい、弁明を
の付与期間が今日までとなっておりますので、それを確認しまして、正当な理由があるかどうかを確認して命令を発出するということになります。具体的な中で1点ぐらいその特に応じなかった理由というか、悪質性のこと、どういうことが言えるか。基準になるものを言ってください。1つ、はい、やはりこれは時短の要請に応じていただいているかいただいていないかということが基本的にはその基準になりますので、何回か県の職員が言っているけれども応じていただけないというところが一番大きなポイントになると思っています。それから県民の方からの苦情なども入っておりますので、そういったことも加味して、県の職員が回っておりますので、そういうようなことでお考えいただければいいと思います。ありがとうございます。では次に県外管理者の時事通信さんお願いいたします。時事通信の方です。昨日要請した緊急事態宣言について、国から何かしら検討状況について報告はありますでしょうか。今日の段階では特にありません。メドとかそういうものの連絡は、連絡はないんですが、おそらく明日その専門家会議ですか、分科会が多分開催されると思いますので、そこで、何らかの議論があるのではないかというように推測しています。その他の者の皆様からお受けいたします。新報さんどうぞ。琉球新報の池田です。知事は昨日まで上京してて、今日本日帰ってきたと思うんですけども、昨日帰ってきました。1ヶ月ですね。で改めてなんですけども、今回酒類の自粛、まん延防止重点措置にかかる自粛は見送ってですね、緊急事態宣言を要請したことに対してですね、政府内での受け止めとして、まずはもう酒類の提供などから先なんじゃないかという受け止めがあるとも言われてますけれども、知事としてですね、こうしたその、県の対応への、ある種一種の批判のような形になっているんですが、そういった考えに対して知事として、どういうふうに感じてらっしゃるのか、国としては批判というよりも、そういう順序があるのではないかということのお考えで、そのような、コメントも出していらっしゃると思います。我々も当然業界の皆さんとこの酒類提供禁止については、その何回か意見交換をさせていただいて、いわゆる店舗の現状、業者の皆さんの現状についてもかなり厳しい、その状況であるということを把握をさせていただきました。ですから我々としては、これは昨日のジャハナフ知事からもあったと思いますが、よりその取るべきベターな方法ということでですね、この間ずっと、時間要請の短縮にもぜひ皆さん応じてくださいという呼びかけですとか、あるいは協力している店舗と協力していない店舗の不公平感を解消するためにはどうすればいいのかということを検討を続けてまいりましたが、やはり、ここに至ってはこの医療の非常事態宣言を出さざるを得ないという状況などにも鑑み、緊急事態宣言により強い措置が取れる方向へと、対策本部で決定をさせていただいたということです。もう一点お伺いしたいんですけれども、まだ緊急事態宣言には指定されてないんですけれども、県が対処方針をまとめることになると思いますが、その中で、休業を要請する店舗だったり地域だったり、何か今お考えを持っているものがあれば。いや、緊急事態宣言になれば県内全都全ての飲食店に対象になりますし、今のまん延防止で分けているその、区分がなくなりますから、より、皆さんにとっては、大変心苦しいのですが、このコロナウイルス感染拡大をもう早く食い止めるためのこの緊急事態宣言にぜひ協力をしていただきたいというように考えています。酒類を提供する飲食店を対象にして休業を要請ということですか。そうです。その他の酒類を提供しないところについては時短、午後8時までの時短ということになります。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。田村さんお願いします。岩田委員長です。
すみません、あの先ほどの状況に関連してなんですけれども、沖縄自民党の沖縄振興調査会の役員会で、細田前幹事長が沖縄県のコロナの感染状況が非常に良くないということをおっしゃっていて、まあ、国に頼るなんて沖縄らしくないんじゃない、国に頼るなんて沖縄らしくないんじゃないかという発言をされていたかと思うんですけれども、まあ、これに対してあの野党、複数野党からも反発が出ていますが、まず知事としてこの発言をどのように受け止められたのかをお願いいたします。私としてはあの感染防止対策にあの県もしっかり取り組みなさいというように激励をしていただいたというふうに受け止めています。同席されていたかと思うんですけれども、その後何かこの発言について細田幹事長はお話しなかったことはありますか。いえ、あの非常に短い時間の中で私は席隣通しだったんですけども、特にその後細田先生から何か言及されるということはありませんでした。PCR 検査を全員、来店する人に対して全員やったらいいんじゃないかというようなお話もありますけれども、あの県独自の体験でそのようなことというのは、実際、実況可能なんでしょうか。あの私たちも現実的に計算をしてみました、来日する方の数、その方々を滞留させる、広さがあるや否や、あるいは1人当たり の, その検査の、単価に対して、それを1週間、月ごと、年ごとと計算をしてみたところ、まあ、それは県が行える現実的な対応ではないなということが、理解できた次第です。ですから、かねてから私はずっと全国知事会を通じて、出発地点における PCR 検査を徹底してくださいということを呼びかけていますので、このことについては国も検討すべき、ことではないかというように考えています。ですから引き続きこの長距離を出発する場合の、まず前もっての PCR 検査をしっかりと受けていただくことは国民の皆さんに呼びかけますが、その制度仕組みを国もしっかりと作ってくれるように検討していただきたいというように、要望したいと思います。あと1点、細田さんの発言についてですね、あの役員会の後に記者が審議を発表したところ、まあ、人への感染者も出ないようにできると、まあ、168人も1日出さないとバカじゃないかというようなご発言もちょっと激しい表現の発言がありましたけれども、このご発言についてはどのようにお聞きと思いますか。まあ、細田先生の思いを率直にお話しなさったということだと思います。我々はやはり一人も、感染者を出さないように懸命に取り組んでいるその各方面の皆さん、県民の皆さん、それから、連日その、感染された方々が一日も早く回遊されるよう、献身的に取り組んでいらっしゃる医療関係の方々を含めて、このコロナの感染を収束させていくために懸命の努力を取り続けたいというように考えています。最後にあの、まあ、これらの発言すべてあの進行計画に要請、進行計画についての要請に変えた際に出たあのコロナに関する発言でしたけれども、実際のこの状況の本来の目的であるですね、進行計画について、まあ、要請を、まあ、政府関係者、与党関係者に当たって、まあ、手応えですとか収穫ですとか、あるいは足りなかった部分などあればお願いいたします。あの自民党沖縄振興調査会では、まあ、かねてからあの単純延長は非常に厳しいと、なぜなら全国的にあの例えば福島の原発に取り組んでいること、あるいは台風災害、水害などの自然災害に取り組んでいること、このコロナに取り組んでいること等などなど、やはりさまざまなあの状況が現在、その非常に厳しい状況が続いているということもあるので、沖縄県としてもそこはしっかり明確なビジョンを示していただきつつ、あの単純な延長ではないということを踏まえて、より、一層認識を深くして、協力して取り組んでいただくようという、そういうような、お話がありました。単純延長というのは期間という、それとも期間という意味であの理解なさっているか。河野大臣はゼロベースでと言ってますので、あの期間とか内容とかというそういう具体の話ではなくて、全体的なことを指して単純延長ではないということを言っているのだというふうに我々は受け止めています。毎日新聞さんお願いします。
毎日新聞の遠藤です。はい、お願いします。今の細田さんの発言に関してですね、マスコミが退出した後のやり取りの中で、知事からその、県としても PCR 検査、来県者全員にっていうのを批判したんだけどとか、そういう話っていうのはされたんですか？いえ、しておりません。政府与党の方がですね、緊急事態だとかまん延防止に頼ってたって全然ダメですというようなことを言うことに関してはどのように思われますか？我々はこの現状に対して真摯に受け止め、それを解決するために全身全霊で努力をするということに尽きると思います。よろしいでしょうか？共同通信さんどうぞ。先生、共同通信に伝えて、共同通信の取材で政府が沖縄県も緊急事態宣言の対象に追加する方針を固めたことが分かったんですけれども、まずはそれに対してご説明をお願いします。その情報はまだいただいておりませんのでコメントは控えたいと思います。緊急事態宣言というのはこれまでも何度かこれまで沖縄県は何とか厳しい措置を取ってきて、全国的な傾向ではありますが、みんな自粛疲れであるとか、そういった制限への疲れがあって、あまり効果が見込まれないんじゃないかと聞いておりますが、県が緊急事態宣言の対象となった場合ですね、どのような具体的な成果を期待されていますか？私たちとしては、その緊急事態宣言という厳しい措置を取らせていただくことによって、県民の皆さんにもやはり今現状がこういう状況であるという認識をお持ちいただいて、本来ならお一人お一人がきちんと感染対策を取れば、この感染の拡大を防止することができるということも、改めてまた取り組みをしっかりと進めていただきたいということを呼びかけたいと思います。他にございますか？宮熊由美さんどうぞ。いや、宮熊由美さんでした。あ、はい、よろしくお願いします。はい、離島 PCR の、設置の件で、ようやく、その業者が決まって、残り上場目取りということで、コメントいただきましたけれども、ちょっと印象的には非常に時間がかかったなというふうな印象があるんですけれども、その時間がかかった理由と、コロナの対応対策に関して、このスピード感に対する知事の受け止め、この2点をお願いします。まず、時間がかかっていることは、これはもう物理的に、例えばどこを検査場にするのか、できるのか、どうなのか、現場の確認、そこで、検査場を設置する場合に、例えばプレハブが必要であれば、プレハブをどのように入手するのか、それに伴う工事はどうなるのか、そのようなその細かい調整が非常に時間がかかったのは事実であります。ただそれはやはり空港、離島での PCR 検査、抗原キットも含めて、検査体制をしっかり、確立していきたいということに対する、時間ですので、ある一定時間がかかったのは、申し訳ないと思いますが、ここまで、しっかりと進められてよかったのではないかと思います。他方でこの変異株の置き換わりなどによってですね、感染の拡大のスピードは我々の予想をはるかに超えるようなものとなっています。ですからそのことについてはできうる対応を懸命に取りつつ、やはり県民や業者の方々には感染防止拡大についての取り組みをお一人お一人一件一件が確実にやっていくことこそが本来のこのコロナウイルス対策の取るべきことなのですよということを理解をしていただいて、そのお一人お一人の考えと行動をしっかり感染拡大防止につなげていっていただきたいというように思います。すみません、そうすると、時間がかかったけれども、ばかりベストを尽くしたということでいいでしょうか？ベストを尽くしたというか、その都度しっかり対応できるように取り組んできたということです。日経新聞さんどうぞ。日経新聞の佐藤です。はい、先ほど知事の、感染防止の切り札だとおっしゃってワクチン接種なんですけども、大規模接種会場を、中部と南部で開設で準備されているとお話しされています。現段階で、具体的に決まっているところはどのような内容ですか？まだ決定はしてないですよね。決まってますかも。中部に1か所、南部に1か所で今会場の選定のための調査をしております。ある程度の目安を立ててですね、
予算の措置もしなければなりませんので、6月中旬から始められるようにというスケジュール感で今望んでいるところです。まだ決定には至っておりません。じゃあ計画というよりは検討しているというような感じですかね。あ、いえ、計画は着実に進めておりますので、それを具体化していくってことですか。そうです、そうです、はい。そのためには、まず施設、予算、人員、そういうものを丁寧に一つ一つ、なんていうの、決定していかないといけないので、それについて、進めているということです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。どうぞ。琉球新報の高橋です。飲食業以外 の観光業などへの支援策についてなんですけれども、来週に臨時議会開くということなんですが、予算規模とかですね、概要を、業界も聞いている中で早く示してほしいという声も上がっていると思うんですが、この辺予算規模とかどういうふうにやるのかということについてはいかがでしょうか。手元にある？手元にはない、はい。明日も、その最終的な詰めをしながら、どういう内容で5月、6月というふうに進めていくかということを確認していきたいと思いますので、明日また対策本部会議等でその報告があるかと思います。当初ですね、5月中旬くらいには出すというふうにおっしゃってたと思うんですけど、やっぱりちょっと遅いという声もあると思うんですが、その辺についてはいかがですか。いや、この間まん延防止の重点期間の延長でありますとか、社会的な状況もさまざま変わってきて、ではどこからその予算を手当てをするかということも、私たちも随時その方向性を見ながら、協議をさせていただきました。でそれが、日程的にいろんなその、調整する時間なども見合いながらですね、今般まで進めてきたということです。ありがとうございました。明日ちょっと報告があるということですか、この支援策が出ていますか。はい、対策本部会議では、報告があるだろうというふうに思います。わかりました、ありがとうございます。議案説明会です。何時から？11時半だと思います。すいません、大変失礼いたしました。議案説明会がその前に行われるそうですので、多分その場で、説明が行われるということになっています。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。京都市の富田です。ちょっと一点お伺いしたいんですけれども、はい、昨日の記者会見で知事もおっしゃったんですけれども、今後、この対応は、ゴールデンウィーク明けに、その強く呼びかけなかったことで、感染者が増えたことに関してですね、今後どうすればよかったのかということを検証しなければならないと思うというような発言があったんですけれども、知事としては、今考えればそのゴールデンウィーク前も強いその内見自粛を呼びかけるべきだったとかですね、どうすれば増えなかったのかというふうな、県の対応に関してどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。これも昨日ジャハノフ知事からおそらく話があったのではないかと思いますが、我々はその都度、業界の方々とも、意見を聞かせていただき、対策本部などを開催しながら、あるいはまた部局間で調整をしながらですね、取りうる対応について協議をし、その決定によって対応させていただきました。ただやはりゴールデンウィークでかなりの数の方々が県外からも県民の方もこの人の流れがあったということで、さらにその変異株の置き換わりのその驚異的な速さも相まってですね、我々が予測していたよりもこのゴールデンウィークの後、特に先週においては100名以上の陽性者が出るというようなことになったことは非常に我々としても反省し、その原因をしっかり確認することによって、これからの対応に生かしていかなくてはならないというように思います。実際ゴールデンウィークでは約7万人が来たというような数字もあるんですけれども、もっと強い呼びかけをするべきだったというふうなお考えですか。
いや、その地域からのところについては現に控えてくださいという表現をさせていただいて、現にというようなことをね、使ってましたよね。だから従来にも増して強く呼びかけをさせていただいたということはありましたが、まあ結果として現在のような状況までつながってしまったということは非常に残念だなと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。